夕食を済ませ、私はキッチンで洗い物をしていた。リビングではソファーで義母と夫がテレビを見ながらくつろいでいる。ふとテレビを見ると、たまたま赤ん坊が誕生するドキュメンタリー番組がかかっていた。このお母さん、お産頑張ってるわね。私もアスカさんのお産の時は頑張るわよ。義母がそう言ってテレビの前で奮闘している。母さん、その前にうちはまだ妊娠もできてないだろう。夫がため息をつきながらそう言った。あ、そうだったわね。いつになったら孫の顔が見れるのかしらね。俺は毎晩頑張ってるさ。でもできねえし。アスカさん、不妊治療はちゃんと通ってるの？あ、はい、通ってはいるんですけどね。二人は子供ができない原因が私にあると言わんばかりの顔をしてこちらを見ている。私は結婚2年目の専業主婦。夫と義母の強い希望で私は結婚してから仕事を辞めて義実家で同居している。私たちに子供はまだなく、私としてもそろそろ子供を授かりたいと思っているのだが、こればっかりは思うようにならず。私だって好きで子供を妊娠しないわけでないのに、それに加えて義母や夫は妊娠しないことを嫌み交じりで攻撃してくる。それも相まって、ここ最近私は義実家での生活に疲弊していた。特に義母は乳幼児教室の講師をしているので、自分の孫ができていないことはもってのほかで、世間体が悪いと考えている模様。妊娠するには卵がいいと聞けば、私に卵を食べろと必要以上に推し進めてくるし、妊娠しやすくなるという怪しいサプリなんかも飲まされかけたこともある。義母は家事の大半を私に押し付け、あとは孫を産めという。きっと義母にとって私は新しいお手伝いさんであり、自分の世間体のために子供を産むためのロボットなのだろう。私はそんな義母にも、またそれに便乗する夫にも、そろそろ怒りが抑えられなくなり、その日の夜に夫に子供のことについて話し合う機会を設けた。で、何？改まって話って。寝室のベッドに寝転がってスマホを触りながらだるそうに私に話を促す夫。私はその態度にもイラついて、思わず夫の触っていたスマホを取り上げた。人が話するときはスマホなんて触らないでしょ。なんだよ、仕事のこと見てただけなのに。スマホ見てたって話は聞けるだろうよ。今にも舌打ちでもしそうな顔の夫。あなたはいつもそうやって仕事ばかりにかまけてるけど、私の気持ち考えたことある？急になんだよ。俺は経営者だぞ。お前のために毎日仕事頑張ってんだよ。何の苦労もさせてね。お金だけのことじゃない。私毎日お母さんやあなたに早く子供子供って言われて疲れたよ。しんどいよ。溜まっていたものが押し出されるかのように、私は涙目で夫に訴えかけた。優しい言葉や励ましの言葉、そんな慰めを期待してたんだ、この時までは。でも現実はドラマのように思う通りにいかない。それは私の都合のいい妄想だということにすぐに気づかされる。お前何言ってんの？夫は呆れた顔をしてこちらを見ている。嫁に来たからには家事をこなして、旦那の家族ともうまくやって、子供を作るのが当たり前だろ。ガキみたいにダダこねられてもな。なんだろう、付き合っていた頃はこんな人じゃなかった。それなりに私に気遣ってくれたし、男らしくて頼りがいがある人だって思っていたのに。私は一瞬そんな昔のことを思い出して現実を直視。すぐに怒りが湧き上がった。だったらどうしてあなたは不妊治療に協力してくれないの？子供ができないのは必ずしも女に問題があるとは限らないんだよ。はいはい、そのうち協力するから。俺は今のプロジェクトが忙しくてそれどころじゃねえんだよ。まったく男の俺をそんなことに巻き込まないでほしいわ。そんなことって、子供のことは二人の問題でしょ。不妊治療には以前から夫にも協力してほしい旨を伝えていたのだが、仕事が忙しいとの一点張りで一向に一緒に病院へ行ってくれる気配がない。きっと花では自分の体には問題はないとでも思っているのだろう。子供の頃から病気がちだった私が嫁だということもあって、問題は私にあると疑わないのだ。結局その日の話は途中からグダグダにされ、
明日は大事な会議があるからと強制的に切り上げられた。同じ寝室でそっぽ向いて寝ている夫を見て、この後に及んでようやく思った。この結婚生活に意味なんてないと。翌日3人での夕食時だった。私はある覚悟を持って夫に話を切り出す。夕食時に悪いんだけど、私もうあなたとはやっていけない。この家にももううんざり、離婚したいの。私の発言に数秒時間が止まったように、二人とも何も言わなかった。しばらくすると夫が口を開く。いいよ勝手にしたら。あまりにあっさり受け入れる夫の様子に私は少し動揺した。俺は年収2000万円を超える経営者だ。それなのにその嫁が子供も身ごもれない、口答えばかりの嫁じゃなって思ってんだよ。は？私は思わず大きな声が出てしまった。そして畳みかけるように義母も言った。ほんとその通りだわ。うちの息子はね、あなたみたいな若いだけで妊娠もできない女とは釣り合わないのよ。こっちから願い下げなわ。どうやら義母は昨日の私たちの喧嘩にこっそり聞き耳を立てていたようだ。私はあまりの言われように頭に血が昇り、だったらお望み通り出ていきますよ、今すぐね、とテーブルに手を叩きつけ、そのままコートだけ羽織って義実家を飛び出した。本当はもっといろいろ言い返してやりたかった。だけど頭が真っ白になって、言いたいことも何も頭でうまくまとまらず、気づいたら実家についていて、実家の前で泣きじゃくっていた。まるで子供のように。そしてその後、私たちは当然離婚という運びに至った。離婚したのにもちろん後悔はないのだが、腑に落ちないのは結果的にあの二人の思うつぼになったこと。あれだけ言いたい放題言われて何も言い返しできなかったことだ。そんなこといつまでも引きずっていても仕方のないことだということは分かっている。だけど人間そう簡単に怒りの感情を拭うことなんてできない。私だけじゃないと思う。それでも時間の経過とともにそういう感情も消えていくものだと自分に言い聞かせ、離婚後の自分の生活に意識を向けるようにした。それから2年後。うにゃー。はいはい、抱っこですね。私はすっかり慣れた手で赤ちゃんを抱きかかえる。私は夢にまで見た母親になっていた。それも双子。実は元夫との離婚後、しばらく恋愛する気にも結婚する気にもなれなかったのだが、心配した友人が、男忘れるには男と半ば無理やりに男の人を紹介してきたのだ。最初の結婚がトラウマで、その人に実際に会っても恋愛しようとか、この人との将来を考えてみようとか、全然そんな気になれなかった。だけどどんなに乗り気でない私を見ても、積極的にアプローチしてくれる彼に根負け。私は少しずつ彼に心を開くようになり、前の結婚生活で辛かったことや悔しかったことも聞いてくれて、彼はそういうところも含めて全てを受け入れてくれた。それが今の夫だ。今の夫とは結婚の約束はしていたものの、授かり婚で本当にあっという間に子宝に恵まれた。前の結婚生活でなかなか子供が授からなかったのが嘘みたいに。私は今可愛い双子の我が子に恵まれ、とても幸せで、もう前の夫や義母のことなんて忘れかけていた。だけど、その出来事は突然に起こったのだ。その日、私たち家族は元夫の実家周辺のショッピングモールへたまたま買い物に来ていた。子供の新しい寝具を買おうと見回していると、聞き覚えのある声がした。ふと前を見ると、そこには元夫と元義母の姿が。え？アスカ？誰？お知り合い？夫が私に尋ねた。前の旦那とそのお母さん。私が小さな声で夫の質問に答えると、夫は何か察したかのように、ああ、はじめまして、こんにちは、私アスカの夫です、お会いできて光栄です、となぜか意気揚々と話し出す。ちょっと、もう行こうよ、と私は夫の手を引いてすぐにその場から立ち去ろうとしたが、夫はまだ話をやめようとしない。そんなことよりも、その子たちは親戚の子？義母は双子用のベビーカーに乗せられた我が子を見ていった。違いますよ、この子たちは僕たちの子です、双子なんですよ、可愛いでしょ。
夫はニコニコしながらそう言った。嘘よ、息子と結婚してた時は子供なんて一度も授からなかったじゃない。それがなんで双子なんてできるわけ。まあ相性がよろしくなかったんじゃないですかね。それか元旦那さんの体に問題があるのでは。元夫はその言葉にゾッとした顔をしている。真っ青になっている二人に夫は相変わらず笑顔で、あ、そうだ、僕たち予想外に早く子供を授かっちゃったんで結婚式を挙げる暇すらなかったんですよね。だから今度ハワイで挙式を挙げるんで、お二人にも今度招待状を送りますから。結構です。元夫はそう言って夫を睨んだ。そうですか、ではまた。明るく語る夫に元夫は舌打ちをして、ふざけやがってと小声でつぶやいていたが、私は夫に手を引かれて二人の前から立ち去った。それからもう彼らの姿は見えないくらいの距離まで歩いただろうか、夫はふうと深呼吸していった。これでちょっとはすっきりしただろう。私はなぜだかわからないけど、思わず少し涙がこぼれてしまった。ありがとう。これほどまでに人生でスカッとしたことはないと思う。心に仕えていた何かが取れたようで、心の底から笑うことができた。私があの二人に散々な目にあったことを知って、私の代わりにあの時の悔しさを晴らしてくれたのだ。その後、まさかの遭遇から一ヶ月ほど経った時のことだ。元夫から連絡があった。内容は俺とやり直してほしいというもの。すでに再婚していて子供も二人いる元妻に何を思ってそんなことが言えたのか全く理解できないが、元夫の主張は、あんな性格の悪い旦那といてもろくなことがない、だから俺とまたやり直してくれというのだ。思わず、それ自分のことの間違いじゃないと突っ込んでしまった。本当にお笑いだ。当然そんな夫の願いなんて聞き入れるはずもなく、きっぱりと断った。私はその後、風の噂で最近の元夫の近況を知ることができた。元夫は私との離婚後、しばらくは仕事に明け暮れていたようだが、やはり結婚や自分の子供を持ちたい願望はあったようで、婚活にも励んでいたらしい。そして婚活を通じて知り合った女性と結婚を前提に、2年ほど順調に付き合っていたらしく、式も秒読みだったらしい。が、そんな時に元夫の会社が粉飾決算していることがバレ、取引先から信用がなくなり、それまでの取引先が潮を引くようになくなっていったのだ。借金で首が回らなくなった元夫の唯一の心の救いといえば、婚約者の彼女なのだろうが、一文なしで倒産寸前の会社経営者となんて結婚するわけないでしょと、あっさり見捨てられたのだそう。それから私とたまたまあの日ショッピングモールに出くわしたものだから、私のことを思い出し、私とならまたやり直せるとでも思ったのだろうか。そうだとしたら本当に勘違いも甚だしい。気持ち悪さこの上ない。そして義母の方も、息子は借金まみれ、おまけに結婚が破談になり、すっかり憔悴しきっているとのこと。まあ哀れには思ったけど、私は当然あの二人に同情する余地もない。離婚を決めてくれたあの時の自分に感謝し、私はこれからもこの4人での幸せをたくさんかみしめていきたいと思う。アスカ、行ってきます。行ってらっしゃい。今日は結婚記念日。いつものように会社へ出勤する夫の後ろ姿が頼もしく見えた。やっぱりあいつとは別れて大正解だった。